はいはい、やってまいりました。ということでですね、今回も前回に引き続き、コナジー先生にですね、来ていただいて、今日もね、面白いですよね。でもこう、ライブしながらね、ライブというかビデオでこう、まあ普通ビデオってこう、情報的な部分でね、勉強するものだったんですけど、こう、うん、ヒーリングもできて。そうですね、ライブセッションみたいな面白いですね。僕あんまりやったことないんです実は。あんまりやらないんです、普段はね。すごい時代だなと思いますし、うん、まあこうやってね、今回淳さんと時間を皆さんがこのビデオを見てる間共有することで、少しでも気分が良くなってね、その人のパフォーマンスが上がって一日が良くなったら、もうそれはそれでね、そんなに幸せなことありませんので、ちょっと今回はね、淳さんにいろいろとお話を伺っていきたいなというふうに思うんですけども。うん、今日はですね、淳さんもね、いろいろと今までいろんなセッションをやられてきた中で、いろんな方やってこられたと思うんですけども、皆さんになんか共通して持たれている、うん、お悩みっていうのをですね、ちょっと今回解決するような時間にしたいなというふうに思うんですけど、淳さんが見ててこう今までいろんなね方々のセッションしてきた中で、どういう悩みがやっぱ共通して多いんですかね。やっぱりですね、いろんな、まあ、症状お悩み抱えた方いたんですけど、やっぱり一番多いのがやっぱりこの、変わりたい、もっと楽になりたい、もっと自分らしく生きたい、幸せになりたい、進化したい、変化したい、まあ、まとめるとまあそういうお悩みを抱えている方が多いのかなっていう感じはしますね。なるほど、だけどやっぱなかなか変われないっていう方がやっぱりね、いろいろ本を読んだりセミナー行ったり、そうですね、あるいはヒーリング受けたりセッション受けたりっていうことをやるんだけども、結局根本的なところでは結局なんだろう、そのまま変われずに来てしまっているっていう。なるほど、体が多いかなっていう感じはします。淳さん、もしよかったらですね、今日多分ビデオ見てくださってる方もズバリ、それ私のことじゃんとか、ね、俺のことだって多分ね、多分これ皆さんに共通するあのお悩みというか、なんていうか、まあ、僕も ね多分ね、人間やっぱ進化、これ成長を求める生き物っていう、魂なので、それは多分皆さん同じく抱えてる欲求というか、う、ねはい、悩みというか欲求的なところかもしれないですね。やっぱだからやっぱりその部分が大きい、大きいかなっていう。なるほど。そうそうそう。で、今日は何かやるんでしたっけ？すいません、振りやらせていただいたんですけど、ぜひですね、ちょっとですね、今回ちょっとこのまたスペシャル企画になるんですけど、ビデオ見てくださってる方に、はい、このビデオ見てる人でですね、そういう気持ちの人たくさんいると思いますので、また前回引き続きちょっとセッションしていただけたら。プチライブセッション。ああ、そうですね。そうですね。まだちょっとやっていきたいと思います。そうですね。はい。で、やっぱこの新しく変わる、生まれ変わる、進化するっていう上で、一番の足かせっていうか、重しになっているのが、過去の自分だと思うんですよ。過去の自分。今、この瞬間までの自分っていうものの記憶だったり、なるほど。アイデンティティ。僕で言えば、例えば、01ヒーリング整体師の中曽根敦です。ああ、なるほど。性別は男で、何歳でっていう、この自分のアイデンティティっていうのがあると思うんですけど、でアイデンティティを別に否定するとかっていうわけではなくて、それが凝り固まっちゃっていると、なるほど、要するに何ていうかな、会社員が名札してるじゃないですか。そうです、そうです。何々社の何々課長の何々です、それがもう私みたいな。なるほど。でもうそこが何だろうな、固定化されちゃってるっていう方がとっても多い。なるほど。その固まってしまってる自分のアイデンティティっていうものを変えるってなかなかね、ちょっと難しい。難しいですよね。難しい。ほとんどもう潜在意識的なもの、無意識的な感じなので、なのでその固まってしまってるこのセルフアイデンティティが、私は何々である、何者であるっていうところを、ちょっと例えばアイデンティティっていう客があるとしたら、まあちょっと98でも7でも5でも、ちょっとでもこの下げるっていうか、そこに柔軟性を持たす、あるいは壊す、破壊する、なるほど、そういうことによってこのちょっと自分のこのメンタリティという意識っていうか、いうところに柔軟性を持たす、なるほど、そうするとちょっと変わりやすい自分になるっていう、まあ、そんな感じのちょっとまあまたライブプチセッションみたいなものをやってみようかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。では今日はね、本当にいろんな方がいるので、はい、まあ、皆さんに共通するアンバランスというか、はい、を何か一つ探してそれをちょっと解放していく的なものをやってみようかなと思うんですけど、はい、正直これはね、多分体感としてはね、多分分かりづらい、前回の呼吸のワークとはちょっと違う意識の部分になるので、今体感としてはないかもしれないんですけど、明日以降何かしらの形でこの自分の精神的なところがちょっとずつ変わってくるかもしれないっていう感じのことを、ちょっと体験レベルでやってみようかなと、はい、ちょっとセッションモードに入りますね。大丈夫ですよ。
やっぱりこの自分のセルフアイデンティティっていうもののエネルギーを保持されてるのはやっぱりこの猫の自分の心臓周りというか、うん、ここに私は何々であるみたいなエネルギーがあるので、その辺をちょっと若干見ていって、まあ、中継しながら言いましょうか。若干ちょっとヒーリング的なものをしながら、その固まってしまった固形のようなアイデンティティにちょっと揺さぶりをかけると、はい、まあ、ちょっと緩めるというか、うんうん、まあ、エネルギー的なものとかに敏感な方はちょっと、ね、集中してこのなんとなく感じられてみてもいいかもしれないです。でちょっとその辺を揺さぶるというかヒーリングをかけていく。今やったのがやっぱ自分に代わってもいいんですよって許可を出すっていう、はい、まあ、意識的なバランスで、うん、出てきた言葉が、はい、私は何だっけな、私は私はもうこの凝り固まった私で、私という存在、はい、アイデンティティにはもう飽きちゃったみたいな、うん、飽きちゃった。なのでその凝り固まった私というアイデンティティを、うん、まあ、手放すことに喜びを感じますみたいな、うん、なるほど、そんな意識的な言葉を使いながら、うん、そのこのアイデンティティを固めてしまってる自分の面、うん、意識みたいなものをちょっと解いていく、うん、っていうことをちょっと今やっています。なるほど。多分体感としては、ね、多分分からない、分かる人はね多分ねヒーラーになった方がいいですね。なるほど。まあ、普通の方は多分今は多分何されてるんだろうっていう感じだと思うんですけど、うん、で今ヒーリングしながらそのハートの部分を温めて癒していってるというか、うん、多分ねこれだけでも呼吸だいぶ変わると思います。僕は今すっごい変わりました。多分ね今深呼吸してみるとさっきより多分もっと深く息が吸えるようになっていると思います。あ、すごいすごい通りますね、うん、あ、すごい、すごい、ここがポカポカする感じ、うん、膨らむ感じっていうのはありますでしょうか。あ、すごいすごいすごい、約1分ぐらいちょっと沈黙のままリラックスしてちょっと深呼吸してみましょうか、はい、胸のあたりのこの開放感というかすっきり感、風が通る感じっていうのをちょっと感じながら深呼吸をしてみてください。どうでしょうか、何か感じましたか。いや僕はすごい呼吸が変わりましたよね。そうですね、うん、でこれだけでも結構猫背が改善されたりとか、うん、姿勢が良くなったりとか。なるほど。で僕は全てをトータルで統合的にやっていくので、はい、例えば呼吸だけとか、うん、メンタルだけとかっていうやり方はあんまりしないというか、はい、普通のセッションだとここを解放するともう自然とここが広がっていくんですよね、うん、なのでじゃあここを一気に広げてやろうとか、うん、で一緒にこの呼吸とか姿勢とか猫背とかも一緒に改善していくっていうことをやっていくと、はい、でここが開いたからじゃあ今度は逆にここは締めてやろうとか、はい、っていうふうにこの
体型姿勢、もう例えばエネルギー姿勢体型もその他いろんなものも、統合的に、なるほど、同時進行で一気にやっていくっていう感じですね、なるほど、結構僕はすっきりしましたご自身をやられながらねすごいご自身を変えてしまってまたすごい面白いと思うんですけど結構姿勢も伸びちゃった皆さんいかがでしたでしょうか、ぜひですね皆さんの体感書いていただけるとね、ぜひどう感じたかってコメントいただけるとありがたいですね、そうですね、僕もちょっと気になるところなので皆さんのちょっと変化とかをちょっとですね、教えてもらえると、書いていただけるとすごく嬉しいのでぜひちょっとね書いていただければと思っております、今日もね、安住さんいろいろとね、皆さん多分これ見て、もしかしたら人生めっちゃ変わる人もいるかもしれませんし、このあれですよね、セッション自体もまたじゃあ何回見ていただいてもね。何回やっても大丈夫です。はい。悪影響はなりません。ちょっとね、ご自身の都合のいいようにカスタマイズしてもらえればなというふうに思いますので、ちょっとぜひ皆さんね、前回と今回のビデオまた、ぜひ皆さんのライフに組み込んでいただいて、ちょっと調整していただけるといいと思いますし、ちょっとまたね、こういうね、リクエストあったらね、まあ、淳さんとこういう企画ね、やっていきたいなというふうに思いますので、ちょっと皆さんそういった部分もね、コメントだったりとかですね、まあ僕に直接ね、メールしていただいてもいいので、頂戴できればなというふうにね、思っております。まあ本当に今回のね、淳さんのビデオで多分人生変わった方もいるぐらいですね、すごく淳さんにはこう僕は、まあ惚れているというかですね、すごくこう、まあリスペクトしていますので、ちょっと皆さんもね、また淳さんに直接会える機会があるのであればね、ちょっと沖縄に来ていただいて、まあ今でも沖縄までもですね、結構安く、LCC とか飛んでますので、まあ本当に片道数千でね、来て、淳さんのセッション受けてね、日帰りもできるような時代ですので、まあ一度ね、ちょっと試していただけるのは僕は結構ね、おすすめなので、ちょっとぜひね、このちょっと YouTube の概要のところに淳さんのホームページありますので、ちょっと見ていただければなというふうに思っております。ということで今回も淳さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後まで YouTube を見てくださって本当にありがとうございます。もし今回のビデオであなたが何かしらいい気づきを得られたり、いい気持ちになったり、前向きな気持ちになれたのであれば、ぜひグッドマーク、そしてあなたの感想をコメントの方にお待ちしております。また YouTube のチャンネル登録をしていただけると、 Mr.M のサプライズライブセミナーの方が随時こっそりと配信されますので、ぜひチャンネル登録の方を見逃しなく。はい、最後にちょっと怪しいお話をさせていただきます。あなた自身がちょっとグレーなやばい世界の裏話をしていたい場合ですね、今回この YouTube のビデオの下に URL があると思いますので、そちらの方から裏無料メールマガジンの方をぜひ登録してみてはいかがでしょうか。 YouTube ではお話しできない数々のヤバい裏技っていうのをですね、このメールマガジンだけでこっそり配信しております。それではまたメールマガジン YouTube にてお会いしましょう。ではでは。